飯田線の秘境駅号は、その名の通り飯田線の秘境駅だけに停車する急行です。普通列車用の車両ではなく、373系特急用の車両を使います。運転日は稲地のように毎日ではなく、運転日が決められています。運転日は年によって異なりますが、大体は春に運行されます。そして切符の解説です。秘境駅号は全車指定席で、特急とほぼ同じ扱いになるので、急行券、乗車券、指定席券が必要になります。切符はすぐに売り切れてしまうので、十字打ちをしましょう。だけれど混んでいる時は遠慮しましょう。